はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく2時になろうとしてますね、まったりとした午後でございまして、日経平均ね、下げてますよ。マイナス414円。せっかく戻したのにね、5番の終わり頃、じゃあ前場の終わり頃で戻したのに413円。でもニューヨークダウの時間外はいまだにですね、プラス194円とか、194ドルとか181ドルとかになってまして、あんまり影響がないですね。ドル円も113で、113.56 であんまり影響がない。原油も影響がない。まあこれから出てくるんでしょうかね。よくわかりませんが。で、ニュース見てますと、この日大の英語のイングリッシュの英語の A にですね、ことぶき、寿司の寿あの握り寿司の寿司ですね、理事長を5300万円脱税容疑で逮捕、東京地検特捜部。脱税横領では上げられなかったんでしょうね。だから脱税にしたんでしょうかね。5300万円脱税ね。ちょっと読みましょうか。所得税約5300万円を脱税した疑いあるとして、東京地検特捜部は25日、日本大学の田中理事長74を所得税法違反容疑で逮捕した。関係者によると田中容疑者は日大医学部附属板橋病院ありますね、でっかい病院ですね、の建て替え計画などを巡り背任罪で起訴された医療法人錦秀会前理事長を籔本雅巳被告過去61などから昨年までの間に少なくとも8000万円を受領した疑いが浮上していた。特捜部は今年9月、板橋病院をめぐる背任事件で日大本部過去千代田区や田中容疑者の飲食兼自宅過去杉並区、ちゃんぽん屋らしいですね、などを捜査。同病院の建て替え計画や医療機器の調達に絡み、日大に約4億2000万円の損害を与えたとして、10から11日、籔本被告と元日大理事、井ノ口忠男被告、過去64を2度逮捕起訴したと。まあ、前にも何回か動画を上げましたけども、これ非常に多分日大の内部紛争ですね、日大の経営側の。で、アメフト事件の時もですね、この田中理事長の名前が出てきて、うにゃうにゃやってましたけど、まあ、この組織独特のですね、こう、よどみみたいなのがあるんでしょうね。ほんで、これ多分ね、こう、情報がね、こんなんを、特捜部がですね、一生懸命こう調べ出すようなことではなくて、誰かがチクってるんですよ、絶対。この田中理事長が嫌いな人というか、それによってこう、なんかされた人がですね、いや、許せへんわ、えつら、みたいなことして、ちゃうんかなという気がしてならないんですけどね。で、そんな、日大の理事長ともなればね、1億や2億のね、私腹を肥やすのって当たり前やと僕は思うんですけど、まあ、今までそんなことはほぼバレなかったし、問題にもされなかったんでしょうけど、まあまあね。特捜部はこの捜査の過程で田中容疑者から複数回にわたり事情聴取を実施、田中容疑者は資金流出への関与や籔本被告らから現金の受領を否定していた。日大のホームページによると、田中容疑者は1969年日大経済学部卒、同大保健体育事務局勤務などを経て99年に理事となり、2008年に理事長に就任した。監督を担った同大相撲部の人脈などをもとに13年間にわたりトップを務め、大学外でもう日本オリンピック委員会、各 IOC 副会長や国際相撲連盟会長などを歴任したんです。そう、相撲系の人ですね。で、同じ体育会系で、そのアメフトのね、3、4年前に問題になった、なんていうの、プレー外タックル事件とかですね、ありましたね。
ね、この顔をね、お顔ご尊顔を拝すると、っていう感じでしょうね。いやなさってんのかなという感じがこう見えてきて、全く私、日大には何の縁の縁もゆかりもない、受験もしたことないですね。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。子供が滑り止めに、こう、日大系列のですね、中学やった高校やったか受けて、5万円払ったよな。もちろん合格してですね、その、なんかで5万円払ったような覚えがあるな。もう10年以上前ですけどね、もう20年近く前かな、ようわからんけど。それぐらいしか縁がないですね。はい。そう、早稲田にね、早稲田に30万以上払ったんですよ。合格したけども、それをキープしておくために。で、あれ悔しかった覚えてる。で、一生懸命私がですね、エクステンションセンターにこう、講義頼まれて行って、もう今6回か7回やってるんだけど、でやっと何回目かで取り返して、それ30万円。まあ、それはいいんですけど。日大って、聞いたところによりますとですね、その日大の職員とか教員とかはほぼ日大 OB らしいですね。で、その、まあ、分からいでもないですけどね、それでなんとかなってるやったらそれでいいんですけど、要は血が淀むわけですよね。その、日大を出ていないと日大の職員にもですね、教員にも、ましてや理事や理事長にもなれないという、こう、組織があって。で、むちゃくちゃ日本一の学校でしょ、これ、日大というのは。で、そこの理事長ともなると、絶大な権限があるんですよね。で、これ、1年ぐらい前にこの問題が出てきてですね、この理事長が、こう、検察官に取り調べをされてるときに、あんた東大で俺のことバカにしてるやろ、知り合いと思ってるとか、みたいなことを言うたというようなことがニュースになってて、笑いましたけど。その、なんと言いますかね、その、他の血は入れた方がいいと思いますよ、はっきり言うて。日大の教授もね、日大が多いらしいんですけども、他の地も入れないとね、こういうことが当たり前みたいになってしまうというのはですね、なんと言いましょうか、あんまよろしくないですね。全然よろしくないわけであって、まあ、ケチな話じゃないですか、5300万の脱税容疑って。これ多分ね、本当は横領とか背任とかできたいわけなんですよね、検察は。それができないから、一番確実なのは脱税ということで挙げたんでしょうけども、でも勝手にやらせるとええやんと、別にこれ被害者いないわけでしょ。強いて言うならば、日大で真面目にですね、学費を納めた学生さん、あるいはその親たちが被害者であって、そんな、あとはそのですね、補助金を出してる文部科学省ですね、20億ぐらい出してるらしいですけどね、止めたらいいね、こんな。一回止まったでしょ、アメフトの時に。で、あれまた復活してるんですけど、あれまた止めたらいいねんって。それから、次第になんで文科省のね、補助金が入んのって言って、次第出身なのに、そんなことを私は言うんですけど、いらんやん、そんなん。なんていうか、生き残れるね、大学だけ生き残ったらいいわけだってね、生き残れない大学に、そういうレベルの大学に補助金を入れることはないと思うんですよね。だからやめたらええのにと、と私は思いますね。はい、しかしこいつ、ほんまにその、こう、面相がね、男は40過ぎたら、自分の顔に責任持たないかんと言いますけども、もし、その通りだとすると、ふーんという感じの、ご面相でいらっしゃいますね。たびたび日大とかって出てくるでしょう、いろんなことが。でも、日本で一番卒業生が多い学校なんですよね。だから、苦々しく思ってらっしゃる方が多いし、変な関係ないわ、と思ってる日大卒業者もいると思いますけど、もう私なんかもう、三流の広告業界にいましたから、いっぱい知ってますよ、日大出身者って。不動産屋でもいっぱいいますしね。いや、もうちょっと何とかしたらよと思うんで、卒業生のためにアホなことすんなよと思うんですけど、まあでもやるんでしょうね、この人たちは。で、これ多分有罪になるでしょうね。有罪になって、もしかしたら実刑になる。もう、ええ年ですけどね、74歳と。
いう江戸市ですけども、そういうことになるやもしれませんね。でもそうなっても多分誰も同情しないではないかなという気がいたします。このヤフーのサイトを貼っておきますんで、まあまあ私全部読んだかな、全部読みましたね。でもまあまあご自身で確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。